ハロー、ヤス&ヤの無責任ラジオです。このラジオはサチとアツシが最近気になっている時事ネタ、エンタメ、身近な出来事について好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容はあくまで私たちの個人的見解なので責任は持ちません。そんな番組です。30秒です。まあそんなもんだね。はい、テイク2どうですか。うん、うまくいった。いいんじゃない。1個目今日ね、もう決まってんのよ、入りは。なんとあのお笑いコンビ流れ星の滝上さんが改名されたとのことで、おめでとう、おめでとうなのかな。おめでとうございます。滝上が改名すると何になるんですか。滝上になりました。なるほどね。滝上からの滝上になった。今まであの画数の多いの滝あるじゃん、あの三髄から始まってあの竜を書く、あ、そう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 、はいはいはい、に、上下の上で滝上で、まあフルネーム下の名前入れてたような気がするな、芸名に、ちょっと覚えてないけど、だったんだけど、なんかどうやら読み間違いが多かったらしくって、ファンにどうしたらいいって聞いて決まったらしいんだけど。本当に、本当にそんなに言ったの。なんかちょうど同じ時を同じくしなかったけど、うん、あ、多分離婚は関係ないんじゃないかなと思いますけどね。どうですかね。どうですかね。そうらしいです。面白いよね。面白いですね。なんでみたいなの。なんかもうよく分かんなかったけど、解明したんだってってサチさんに聞いて、うん、うん、何になったのって言って、アルファベットの滝大谷になったんだよって聞いた瞬間の俺の反応が、うん、何それ、エグザイルに憧れたのみたいな、うん、それもあんのかもね。すごい冷たい反応をしてしまって、ないか、滝応援には申し訳なかったんだけど。まあ今後とも中英と滝上を応援していこうと思う、います。思いますか。はい。はい、でもこれからは滝上って呼べないから。いや、滝上って呼んでるから大丈夫、本人たちが。あ、いいの、じゃあ滝上であれば、うん、私があの分かりやすく滝上って言ってるだけで、うん、あの普通に言ってるから変わってない、うん、滝上が滝上だけ、表記がそう変わっただけだ、表記だけだから、うん、うん、じゃあオッケー、表記揺れを直していこう。そんな感じです。はい、これ一つ目ね、みんなに知ってほしかった、うん、どうしても知ってほしかった、うんうんうん、滝上の話。もうなんかついさっき本当にこのラジオ収録始まる直前に、うん、これオープニングトークだから。そう、オッケーオッケーオッケー。それ以上でもそれ以下でもないんだけど、ね、こう膨らましようはないんだけど。ただとりあえずなんかあのね、流れ星の宣伝のためのチャンネルみたいな感じだからさ、そうです、ね、ちょっとあの大事なことかなって思って。大事です、うん、はい、我々は、ね、流れ星のことを正しく認識しています。どうだろうな、そんなに詳しくはないよね、言うてネタが好きなだけでね、うん、でもほら、うん、ね、中英だっけ、あの年を、あ、違う、滝上、滝上の方が、うん、年齢非公開なんだけどね、うん、でも知ってんだよねみんなね。あ、そう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 、なんでって中英と同い年だから、うん、それを公表してるっていう。で、中英はね、出してるみたいな、アホか。え、みたいな、情報ざるみたいな。みたいな、ね、うん、そういうところがね、うん、やっぱ流れ星の良さですよね。流れ星いいですね、もう本当にいるみたいな、全然徹底しないみたいな、はい、流れ星見たら3回お願い事言おうね。え、流れ星見たら3回お願い事、無理だ、噛んじゃうから無理だよそれ。あちゃ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 、お星様間違っちゃうよ、お星様には何も聞こえないらしい。おいおいおい、頑張ってくれよ。なんかドラゴンボールでもなかった、噛んじゃって違うの聞きゃみたいな願い事、それは違うか、あ、わかんない、じゃあドラゴンボールじゃないかも。うん、シェンロンなのか、そう、シェンロン、ポルンガなのかわかんない。え、違うの、シェンロンじゃないの全員。違う、違うんだ。シェンロンは地球にいる、うん、あの竜、そう、地球にあるドラゴンボールを集めたら、シェンロンが出てくるんだけど、うんうん、あのピッコロがいる、カカロット、カカロットではないね。ピッコロがいるナメック星っていうのがあるんだけど、ナメック星にはすごい大きなドラゴンボールが、緑の人たちが住んでるやつね。あ、そうそう、うん、あそこには大きなドラゴンボールがあるの。そうなんだ。そうで、大きなドラゴンボールを何個集めると、今度はそこではポルンガってそれ出てくるんですね。へー、大きいの、シェンロンとほぼほぼ同じなんだけど、うん、マッチョなの。マッチョなシェンロンが出てくる。やっぱ大きいの集めるの大変だからね。そう、マッチョになって出てきてくれるんだけど、
はい、終わったっていう感じの。ドラゴンボール前回読んだけどな、全然覚えてないわ。やっぱ一回じゃダメなんだよね。私すごいさ、うわーって読むじゃん、まず一回目。さっきさんはね、漫画を漫画として読んでないんじゃないかって俺はいつも思うぐらい、うん、読むのが早い。右脳人間だから。んペペペペペって絵として認識してんじゃない、知らないけど。いや、絵として認識してたら覚えてるから。すごい顔された。うん、あのほらあるじゃん、フォトリーディング、瞬間記憶能力。そう、フォトリーディングって言って、あのパラ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 ってやるだけで全部頭の中に入るっていう。うーん、でも1回じゃ無理だから、うん、最初目次を読んで、あの中頭の中のイメージを持った上で、本当に1ページ2秒とかで、うん、ペッペッペッって全部1回見たら、でもそれ文字じゃん。今度逆さまにして、うん、ペッ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 見るだけ。うーん、ただ見るだけだーって逆さまにしたり、なんちゃらしたりなんちゃらしたりみたいな感じで読まない、うんうんうん、目を本の開いてるところを絵として認識するっていう、うんうん、でも頭の中では理解できてるみたいな、うん、読み方がありまして、サチさんはそれができるんじゃないのかと。実は訓練すればそうあできるかもね。素質があるのではないかと思ってんの。本当に思ってます。うん、なんですか、あの流れ星のネタをここでやりたいんですか。違う違う、なんでなんで、えなんでそういうこと言うの。ってことってこと、何の脈絡もないこと急に言わないでよ。脈絡はあるよ、だってなんでって、我々は流れ星の話の流れでこれやってるから。じゃあ次行こう。はい、うーん、真面目な話か。うん、いやいや、もう決まってるよこれ。違います、これ。サチついに推しに合うでしょ。イエーイ。いやだって今日はこれがメイントークじゃん。もうメイントーク持ってこい。後ろに持ってこうと思って聞かないじゃん。ああみんなに聞いてほしいやつ、あの、うん、頭に持ってこい。これはなんかしょ、まあ、まあまあそうだね。もうサシさんにとってはさ、うんうん、一世一代の、いやもうないよあんなこと、一生ない。大事件でしょこれは。うん、軽く考えすぎてた。うん、ね、何から話す。うーん、いやいや、まず事実、推しの紹介からするか。事実を端的に、あ、端的に言うと推しに濃厚接触してきた。はい、推しに濃厚接触してきました。うん、なんかもうちょっと分かりやすく推しの仕事を手伝ってきた、はい、みたいな感じ、はい、で誰ですか推しは。ですね、あの解散しちゃったんですけど、キュートっていう、はい、ハロープロジェクト、モーニング娘。とかが所属してるとこのアイドルグループにいた萩原舞ちゃんですね、はい、萩原舞ちゃん、これが推しの名前ですね。推しの名前です。あ、キュートはまあいろいろあったんだけど、最終的に5人組のアイドルで、でもアイドルが憧れるアイドルなの。山本さやかちゃん、 NMB にいたさや姉とか、なんかいっぱいね、アイドル界の中でキュートさんに憧れてますみたいな子がいるようなアイドルなのよ。日村とかね。日村さんちょっとちょっと違う、ただアイドルじゃないからそもそもアイそこいう感じじゃなくて、日村アイドルではないって入ってほしかったんだけど、うん、日村さんとかね、もう憧れてるよね、キュートにね。憧れてるの、あれは憧れてない、あれは仕事ビジネスやってるけど、はい、テロリンチョしないのか。しないそれ。それなんだっけ、あれだ、ゴッドタウンか。ゴッドタウンにね、ありがたいことにキュートに出させてもらってたんでね。まあ、そうだから地上波への露出はあんまり、いや言えなかったけど、あんまりね、うん、多くなかったから、に知名度がすごいあったかって言われると別にそんなないかもしれないけど、もう知ってる人は知ってるし認めてるような、スーパー知ってしまったら認めざるを得ないみたいなね。いやもうすごいんだよ、だってさ、何年やってたんだっけな、調べとけばよかった、忘れちゃった。十何年やってんだよ。 16?キュートじゃなくてアイドルってことかな。あ、うん、そう、キュートの前はそのね、ハロプロエッグだったかな。ちょっとなんかね、私すごい最近5人組のキュートになってから推し始めたからさ、ちょっと昔のこととか体験してないから覚えらんないんだけどさ、うん、あ、出してくれたの、モーニング娘。の妹分を募集するオーディションみたいなやつに受かって、で、あのなんかなんだろう、ジャニーズジュニアみたいな感じ、イメージは。はい。まだグループ
決まってないけど先輩の後ろで踊ったりとか、まあ、ちょっとしたユニットに参加したりとかそういうことしながら、で、同期がベリーズ工房、名前ぐらいは知ってますね。そう、ももちのいたところね、はい、でも一緒にオーディションを受かった子の半分がベリーズ工房になって、急遽あれ私たちはみたいな感じで待たされてのデビューっていう、ちょっとこう苦労してるっていうところもあって、まあなんか絆が素晴らしく深いんですよね。だからなんかキュートのライブを見るとこう多幸感で読み合ってるのかな、あの多く幸せを感じるって書いて多幸感がすごいって、まあオタクの中ではこうすぐに話題になるぐらい、もう本当に仲もいいし、なんか家族って感じで見てて幸せになるっていうグループでした。でした解散しちゃったから残念ながら。そうそうそう、2005年から2017年って書いてあるね、キュートとして活動してたの12年間、でその前に数年その、エッグドットかな、名前合ってるかな、なんかちょこちょこ名前変わるの、私さちょっと間違えた、キッズだった、間違えた、エッグはその後だ、はい、キッズの子たち、ハロープロジェクトキッズっていう呼ばれてた子たちが、はい、やってたこのやつなんだけどさ、はい、その中の萩原舞ちゃんっていう最年少のね女の子がすごい好きで、あ、顔は顔みんな想像できるんじゃないかな、あの TWICE のジヒョにめっちゃ似てんの、うん、全然わかんない、ごめん、わかんない TWICE のリーダーのねにねすごい似てるんだよ、おっぱいが大きいの、はい、ブブブブ、そう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 です、でもそうそういう番組ではない一切責任持ちませんとか言ってんのにこれで、うん、あの子かって思う人いると思うんだよね、名前も分かんないけど、あの子ねみたいになる人いると思うんだよねみたいな、ね、の顔に萩原舞ちゃんが似てるんだ、似てる、はい、そうなんですよ、すごい好きなのよね、男出てるよね、そう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 、ギャルっぽいね、ちょっとギャルっぽい、キュートの中のギャル担当みたいな感じだったんだけどさ、うんうん、そう、そんな感じで私は何がそんなに好きなの、舞ちゃんの、うん、うーんとね、なんだろう、存在？これ言ったらさ、すごいなんか舞ちゃんに失礼なんだけど、あ、すっごい人気ある人って好きにならないのよ。なんか誰かが、アイリーとか舞美とか、なんか誰かが推してる人って別に私が推さなくてもさ、推されてるじゃん。一緒なんかさ、友達の子供とかさ、こう遊びてた子供がいる時にさ、誰かが遊んでる時は私はこの子に一切興味を持たないんだけど、誰も遊んでくれなくなった時に頼ってくれたら遊びたくなるみたいな、そういう感じ、はい、でなんかもともとそのなんか別に誰を推そうとか思ってなくてキュートを見始めたんだけど、なんかそのまあ容姿が好きだったっていうのももちろんあるんだけど、私おでこ出す子好きだしね、おでこ出せるアイドル大好きなんだけど、そうなんかなんだろうな、あ、腐ってた時期もあるらしいの、センターもらえないとか、うんうんうん、アイリーばっかりみたいな時期とかもあったらしいんだけど、そこを乗り越えて、しかも小学校1年生からもアイドルやってるのよ、でなんかすごいなんかこういい感じにその擦れてる感じというか、ちょっとなんか妹感というかさ、どうせなんとかなんでしょうみたいな前はこういう子恋したいみたいな、なんかわがまま感もいい感じに残しながら、ちゃんとでも自分はキュートとしてこういうポジションを確立してちゃんとやっていくんだみたいな、なんか姿が見えてきてすごい好きなんだよね。そのダンスとかもなんかその萩原舞のダンスみたいなのがちゃんと確立されてて、あんまりこの同じグループにナッキーっていう子もいて、中島さきちゃんって子はが一番ダンスで注目されがちなんだけど、私は舞ちゃんの方がダンスは好きで、なんかね癖が強いんだけど、でも癖強い人好きなのね、ダンサーって。だからね、まあそうだよね、癖がないダンサーって別に面白みがないから、ね、まあナッキーもナッキーで癖あるんだけどね、なんか舞ちゃんの癖がすごい好きで、つい目がいっちゃう、つい応援しちゃう、あ、押してるみたいな、そういう感じです。あの恋ってしようとして落ちるもんじゃないじゃないですか、それと一緒ですね、気づいたらあ追っかけちゃってるみたいな、そういう感じなので、そんな感じです、はい
そんな舞ちゃんに長舞ちゃんの紹介そんな舞ちゃんがですね、給湯が、解散した後ちょっと留学とか見てたんだけど、今、自分で株式会社をね立ち上げて社長さんとしてねやってるわけですよ。そのアパレルブランドがメインかな、事業としてはなんだけど、そこのそのなんだ事業の中で、低身長向けにデニムを作ってると。ここは全然言っていいって言われたから言ってんだけどさ、でお姉ちゃんがちっちゃいのよ、まいちゃん。お姉ちゃんと会社一緒にやってるんだけど、お姉ちゃんが154センチだったかな、だからちっちゃいから低身長でもかっこよく着れるデニムを作るって言って、今試作を作ったから、じゃあ同じく低身長のいろんな体型の体格の女の子に試着して感想を聞きたい、協力してくれませんかみたいなのをこの間アナウンスしてたんだよね。でなんか、お、うん、低身長だし、おお、とりあえず応募してみるみたいな軽い気持ちで、まあなんか当たったら儲けもんみたいな感じじゃん。毎日やっぱりさ、言うてそのね、キュートさっき知名度あんまないとか言ったけど、人気は人気だから。でさ、募集は3から5名とか書いてあって、いや絶対無理やと思ったんだけど、それがなんと通りましてですね、先日行って、でお姉ちゃんの企画だったからさ、まさか舞ちゃんいるとは思わんかったよ。思わんかったよね、ずっとね。そう、舞ちゃんはいないと思う。そうそうそう、行く前からさ、まあ、舞ちゃんいないと思うんだけどねとか言いながら準備して、うん、でなんかデニムにはコーディネートできてねとかも書いてあったから、コーディネートね考えながらとか、うん、まいちゃんにさ、あ、この、ここ椅子座っててくださいとか、あ、お水どうぞとかやられて、なんか一回停止思考停止、まいちゃんに見える、すごいまいちゃんに見えるみたいな感じになって、まいちゃんなんだけど明らかにもうパニックで一回ね。でもなんかさ、ビジネスでやってるわけじゃん、向こうはね、うん、仕事でやってるからさ、あ、なんかオタクオタクしちゃいけんと思って、なんかわかんないけど、いきなり広島弁いけんと思って、うん、すごいこらえてこう大人感出したのね、はい、話して、でもパニックになってどうしようもない、この気持ちをどうぶつけようって思って、あつき、どうしよう、目の前に舞ちゃんがいるって LINE して、鍵のね、すごい超少数しか見てないプライベートのツイッターのアカウントに、動機が止まりませんみたいな、違う、手の震えだったかなみたいなツイートしたりとかして、こう気持ち落ち着かせてみたいな感じだったんだけど、結局だからその空間の中に、その服をね、試作品とか作ってる業者さんというか、そういう会社の担当の方が2名と、舞ちゃんとお姉ちゃんとで試着で呼ばれた、まあ、試着モデルが4人しかいない。え、こんな、え、こんなことある。しかも、で、しかもそのデニムを一人一人着て順番に着心地どうですかみたいな、なんかこうこうこうですよねみたいな話をする時間が設けられてるというか、まあ当たり前なんだけど、でしょう、でしょうね。アンケート用紙に書いててくださいとかじゃないんですけどね。そう、当たり前なんだけど、そう、そういう時間があって、普通に、え、今舞ちゃんと目が合ってる、え、死にそうみたいな感じになりながら、あ、デニムなんかここがこうですねとか、ここいいですねとかいう話を一生懸命して帰ってきたわけです。実際どうだったの、そのデニムは。それは言っていいの。あ、言っていいと思う。ね、結構かっこよくて、普通に買おうかなって思ってる。ストレートタイプのデニムで、うんうん、でハイウエスト、でもそれが試作だったから、実際売られる時にどうなってるかっていうのは分かんないんだけど、なんかその、まあ、ハイウエストだから、そもそも足がすごい長く見えるようになってて、低身長でも、うんうん、で何言おうとしたんだっけ、あ、そう、ストレートのデニムってなんか自分に合う太さじゃないとさ、もたついてこうもっさりして見えちゃったりとか、特に膝から下がもっさりする、うん、とか、あとなんかお尻が下がって見えたりとか、ああ、まああるね、あるね、まあ、それはハイウエストのせいもあるかもしれない、
っていうのも全部こだわって、そのポッケの位置とか大きさとかもそのなんか低身長が入るようにみたいなのをすごい考えて作ってくれてるから、一本持っといたらいいだろうなって思った。でなんか2色、これも実際売られる時どうなってるか分かんないけど、今は2色展開でサイズもちょっと違うパターンを考えてるのと、買う時も足の長さがそれぞれ違うから、まあ、2パターンくらいサイズ出そっかなみたいなこと言ってて、いいよってなったっていう。ソソタウンとかじゃダメなんだね。まあまあデニムでも試着しないで買わないけどね、あんまり。まあそうだね。でもゾゾスーツを着てのやつはかなりぴったりくるってしたよね。そうなんだ、うん、まあ、それでもいいのかもしれないけど、面白いよね。でも企画として面白いと思いますね、うん、なんかそれはぜひこうシリーズ化していってほしいなって思う、低身長としてはね、うんうんうん、私も153から4みたいな、それさまよってるね。そうそうそう、多分基本的には3なんだけど、なんかたまに4に、ね、なるときあるけど、うんうん、そう、そんな感じでデニムがまあ年末から来年に発売されるそうなので、155センチないとかっていう方は、153センチぐらいの人よりも足が短いって言ってる高身長の方とか、そういうことは言わなくていい。誰のコツなのそれ。いないよ、いない。具体的に今いなかった。何かがいるわけじゃないよ。びっくりした、今なんかいるのかと思った。いない。誰の悪口言い出したんだろうとか思っちゃった。そう、むしろそういうふうに、そのぐらいの身長の、まあ、俺は女性の身長とかよく分かんないから、俺は男の身長は大体こう友達たちは分かるけど、うん、そんなに小さい男の子あんまりいないから、さすがに具体的な誰かって言ってないんだけど、うん、男の人入んないよ、女性用だから感じでしょうね、うん、すごい多分 LINE とかも、まあ、もなんか舞ちゃんとかお姉ちゃんのインスタとか見てる人いたら分かると思うけど、すごいおしゃれなので2人とも、どうやったらシルエット綺麗になるかとかこだわって作ってくれると思うので、いいですね。個人的にはすごい楽しみ。ブランド名教えなくていいんですか。株式会社 With Me というところ、はい、から出ます。あの With は With ですね、英語の With に、はい、MIIII、はい、で We みたいな感じの Me ね。そう、なんか舞ちゃんの舞から来て、舞とその Me、 曖昧みまいの Me をかけて Me ってしてるらしいですの。そのメインはアパレルって言ったんだけど、With舞ちゃんとお姉ちゃんでいろんな事業を展開していこうねっていう思いが込められてるので、 With Me っていう名前なんです。 株式会社 With Me が出すんだけど、うん、そのブランド名はあんの、うん、ブランド名はまだ言われてないんじゃないかな。今やってるブランドで出すのか、そのお姉ちゃんが作ってるからまた別のラインで出すのかっていうのは把握してない。大元はそこが出すよと、そんな感じで面白いよね、はい、で会ってきたんですね。そうなんですよ。最後にちょっとこうもうちょっと話してもいいんだけど、会ってきましたという、そうそうそう、ついに会ってきましたので、初めてだもんね。握手とかもしてなかったんだよね。なんか他のにわかだからさ、にわかだったからさ、うん、そうだね、にわかはこんなに語れないからね。いやでも年数とか曖昧、にわかだったからさ、なんかその握手会行くの怖くて、あとなんかアイドル、そのアイドルって偶像じゃん、なんかその自分のさ理想のままいてほしいって思っちゃうと、ちょっとなんか例えば握手して、その時じゃあなんか気分が悪くてとか機嫌が悪くてなんか冷たくされちゃった時とかに、でも悲しくて悲しくてさ仕方なくなっちゃいそうだなとか、なんかすごいネガティブに考えて、オタクの鏡やな。ねえ、なんかその行けなかったんだよね。あのサンシャインのさ噴水広場のねイベントとかは あったね行ったことあるし、でもコンサートはあの解散発表されちゃってから行きたくなっちゃったから取れなくて、チケットファンクラブもその時入ってなかったから取れなくて、結局コンサートも行けなかったかな、キュート自体は、ハロコンとかはねっていうところでね、そっからの密室に、密室じゃないけど8人っていう状況で一対一であんなに長く喋れることって多分あんまりねない経験だったと思うので、もうふわふわした気持ちで帰ってきましたね。よかったです。そんな感じで。よかったです。皆さんもお尻には
全力で貢いでいきましょう。私はあんまり貢いではないけど、はい、うん、そんな感じでした。じゃあ続いてアツシの推しの話していいよ。あ、いいの？待って、でも俺の話よりもあれなんじゃないの、今のこの流れだと時事ネタに行った方がいいんじゃないかと思ったんだけど。いいよ。いいんですか？うん、そうですね、推しの話、最近すごい聞くアーティストがいまして、ペンギンラッシュっていうアーティストですね。これ何のラジオなんだか分かんないんだけどね。好きなものを今日推しの回、推しの回でいいの、うん、この前何だったんだっけ、前回は、この間は分かんないけど、ずっと鬼滅に絡めて話してた、なんとかの方とか言ってなんかやってたよね。ちょっともうちょっとちゃんとした話をしたいなと思ったんだけど、うん、もうまあいいや、うん、ペンギンラッシュのことについてちゃんと語ろう、うん、はい、ペンギンラッシュ4人組のバンドなんだけれども、なんだ、今年デビューで、ずっと長いことやってたんだけども、今年、メジャーデビューってこと？そう、メジャーデビューアルバムを出したの、うん、今年、うん、これが 初でして、うん、9月にね、うん、出して、開空式っていう名前のものを出しました、うんうん、何がそんなにいいんだろうって、もちろん全部いいんだけど、うん、一番最初に耳にパッて入ってきたのは、うん、ベース音、ベースの人が、ベースの人？ごめん、音がめちゃめちゃかっこいい、うん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 、で、なんでそんなにベースが響くのかなと思ったら、ギターがいないの。バンドなのに。そう、4人でバンドの花形のギターが、そうなんですよ、いないんですよ。で、いるのはキーボード、ベース、パーカッション、うんうん、で、ボーカルの方、うん、で、このボーカルの声もですね、もうなんかいいんですよ。ラブサイケデリコ的な。あー、わかるね。そうなんですよ。ちょっと近いよね、なんか近いものを感じますね、うん、はい、あの曲のテイストとかは違うのかもしれないけど、うん、感じる雰囲気は同じ。そうそうそう、そう、ラブサイケデリコめっちゃ好きで、うん、でも同じようなこう独自路線を持ってて、うん、うんうん、なんだろう、そんなにめちゃめちゃ明るい、うん、こうアイドルとかそういうわけでも全然ない、うん、でも別に暗いわけでもない、すごく、うん、そうだね、で感情的にさせるようなものでもないなんだけど、うん、聞いてて心地よいっていう曲を出す、うん、じゃあアルファーファ出てた、アルファーファを我々からこう引っ張り出してきてるのかアルファーファ何、アルファーファ何言えてないけどね、アルファーファって何いや、なんか脳にいいやつ、脳にいいやつ、モーツァルトとか、ああ、じゃあペンギンラッシュはアルファーファを我々に与えてくれてるんだ。違うんじゃない、いや、アルファ波が出るんじゃない、聞いてると、あ、我々から出るものか、アルファ波というのは、うん、じゃないかな。なるほど、いいですね。じゃあ、あの我々から引き出してくれてますね、アルファ波を。うん、思ったよりなんか真面目に拾われちゃって、ちょっと年寄ってなので、はい、はい、適当なコメントだった、はい、はい、幸せホルモンとか出ちゃってるんですかね。男女なの？そうですね、2人男の子、うん、今、チロッとなんだプロフィールをそうやって準備して、私今なんかちゃんとキュートの紹介したかった。そう、プロフィールを見てるんだけど、名古屋出身の、うん、4人組、うーん、あー、ごめん、ボーカルとキーボードのミオさんとマユさんの2人は名古屋の同級生で、その2人でやってたんだけど、うん、そこから、その2人をサポートする形で、うんうん、ベースとドラムスがいて、その人たちはサポートだったんだけども、3年前に正式加入して、うん、今の4人体制ですね。で、ラジオ持ってて、うんうんうん、この前も YouTube ラジオで見てたんだけど、うん、で、あの時も、まあ、生放送だったかな、うん、生でずっと見てたんだけど、うん、あのスタジオがラジオのスタジオって狭くて、うん、そんなにドラムとか持ってこれない、うん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 、で、どうやってやるんだろうと思って見てたら、あの何パッド、パッドってなちょっとイメージが違うな、 DJ コーのやつ、 DJ、 そうそう、 DJ が使ってるような正方形の本当ちっちゃい四角の中にさらに
ボタンがある。4×4 ぐらいのボタンが多分あるんだよね。なんか DJ こう使ってるんですね。じゃあ、キュインキュインキュインみたいなボタンを押すと。ヨーヨーってやってる、ね。そうそうそう。あれでドラムやってて。あいつ ED ドラフとか仕込んでんだ、あれに。そう、ポチッとその流れるとかあるやつじゃん。うん。それをドラムでやってて、うん、あ、この人はドラムって言っていうよりかは、リズムを刻む人なんだなって思って、うん、最初パーカッションっていう説明をしたんだけど。え、ちょっとあんまなんかさ、聞いてなかったのかもしれないけどさ、ラジオの中で演奏するってこと？そう。生演奏する。へぇー。し、ね、そう、その場で生演奏もする。で、なんだ、リスナーからの、何？リクエスト？リクエストに応じて、うん、自分たちでそれを演奏したりとかもするし、で、もともとレコードしてあったものを流したりもするし、で、もともとレコードしてあったやつを流してる間に、うん、リスナーからのリクエストを拾って、うん、みたいな感じで言葉つないでっていう風にやってるもので、なんかあれを見てるだけでもなんかこういいなって。いつ見たの？いつの間に？わかんない。サチさんいるとき、サチさん外出てって、うん、サチさん帰ってきたときに俺見てたよ。そうなんだ。うん、確か見せたと思う。この4人だよ、ペンギンラッシュって言って。まあ覚えてないね。私じゃない人じゃない。誰が帰ってきたんだよ。ちょっと怖いよ、やめてよ。はいはい。でもいいよね。なんか私はなんかその私がすごいハマる系の音楽じゃないけどさ、正直。でもなんか流されてても全然その苦じゃないというか、うんうんうん、っていう感じ。そうなんです。いや、さっきちょろっと話が出た、うん、ラブサイケデリコとか、うん、あとは何回か前にも出たあのエゴラッピンとか、うんうんうん、あのね、ちょっとねダークなんですね。そうだね、あの雰囲気が、うん、あのサチさんがたまに言う、あ、そう、ね、シャープではなくフラットがついてるような感じで、うん、ちょっとこうな、不穏っていうの、そう不穏な曲を聴いてるって。やめてそうやって不穏な曲流すのとか言ってすぐね、怒られるね。そうなんですよ。でペンギンラッシュも同じな雰囲気なんだけど、不穏さはあまりない、まあ、私からするとね、私の不穏レーダーにはちょっと反応するけど、うん、でもそう大丈夫って。ただ面白かったのは、あんまり俺不穏って言葉を使わないんだけど、うん、なんだけどこのペンギンラッシュの自分たちのラジオの中で、うんうん、この曲終わり方不穏だよねみたいな話をしてて、うん、やっぱ不穏なんだ、自分たちでもそう思うんだみたいな。じゃあ合ってんの、私の感性は。っていうところはやっぱあるらしい、うん、でも開封式本当にいいわ、メジャーデビューアルバム。うーん、開封式すごく良い、うんうん、はい。なんか何曲か聞いたことあったんだけどさ、マジで、うんうん、別に CM の曲とかタイアップをしてるわけじゃないのかな。あー、分からん、俺も全然浅いから。そうだよね、本当に1ヶ月、うんうん、それこそデビューだと思うわ、うん、俺がわざわざあの なんだピンポイントで探しに行ったりとかしないからさ。でも分かんない、そのさお店でさ流れてたりしたら、うんうん、それだけで私なんかその記憶力はいいんだよな。もうちょっと他に行かしたいけど、なんかあの音楽の記憶力結構良くて、うんうん、だからそれで聞いてるのかもしれないけどね。かもしれないね。それこそラジオやってるって話もしてたから、うん、してるから、こうたまたまなんだその番組が流れてるところがあって、たまたまそこで聞いたとかは全然あるかもしれないけどね。知らないうちにね。知らないうちに、うん、という4人組、うんうん、もうすごいよね。2016年にファーストシングル出してるね。だから4年だね。じゃあファーストシングルから、ファーストシングルから、うん、で2017年でアルバム出してる。やっぱさ、ちょっとや、うん、外でポンとは売れないんだ。売れてないわけじゃないか、別にメジャーデビュー。でも早いよね、すごい早いと思うよ。はい、っていう。え、でも CD 出したのがってことでしょ。あ、そうそうそう、2000何年はそういうことです。多分なんだスタジオ巡りというかそういうのしたんじゃないかなと思うよ。うん、なんか芸歴というかね、うん、は活動自体は前からしてたんだろうね。うん、そう思います。はい、さくらちゃんもね CD は出してないもん。うんうん、我らの大好きな坂本さくら。坂本さくら、坂本さくら本当にいいんだけどな。
いいよね。うん、いいと思うよ。みんな調べてほしい。超かわいい PV あるから、坂本さくらも。超ペンギンラッシュについてはこんな感じです、うん、うんうん、一度聞いてみてほしい。そうだね、うん、キュートも聞いてほしいな、うん、キュートはでも難しいか、ドアイドルだからな、うん、曲的にはね、うんうん、はい、はい、じゃあ真面目な話する。ちょっと真面目な話しますか。うん、まあそうだね、あの一番最初に説明してる通りで、あんまりニュースに興味がない人でも、あ、こういうのが世の中で起こってるんだっていうのを知ってほしいっていうのが願いでこのラジオをやってるので、そうだね、ちゃんと話をしておきましょう。じゃあ、はい、何を話するんだっけ。スガッチの、うん、我が日本国の総理大臣、笑っちゃった菅総理の所信表明、まあ、あの何をしますって話だよね。そうです、私は総理大臣になったのでこれをやりますみたいな、そのまあなんだ、演説の内容、はい、がどんなもんだったのかちょっとまとめといてよっていうのをアツに依頼していたので、そこら辺を話してもらおうかなって思います。はい、これをまとめましたね、うん、ちゃんと全文読んで偉いぞ、うん、どういうものだったのかっていうのが理解したと思う、うん、まあ、何が起こったかって言いますと、今これがアップされるのは11月の1日、100周年だ、明治、あ、明治天皇、明治神宮、明治神宮、うん、100周年、 その日にアップされるんだけど、そっから数えて5日前かな、10月26日、うん、令和2年10月26日に第203回国会において菅さんじゃない、ごめん、菅さん、怒られちゃうよ、これ大事だ、大事なとこ間違えた、太郎と一緒だよそれ、やばいやばい、やっちまった、こう切ってもいいかな、あ、そう、太郎ちゃんと、こう切ってもいいかな、はい令和2年10月26日に、はい、第203回国会における菅、待って、国会ってそんなしかやってないの。これは200って何国会とかなのかな。え、だってさ、少なくない、そんなことない、そんなもん、わかんないけど、どんぐらい頻度でやってんだろうか。国会自体は年に何回か、何回かあるよね、うん、開きますって、何回か、まあいいや、ごめんごめん、うん、第203回国会における菅内閣総理大臣所信表明演説というものを行いました、うんうん、まあ内容はさっき佐々木さんが言った通りで、私はこんなことをやりますっていうのを演説する、うんうん、で今回の演説の、まあ、文字数とか原稿の文字数は7000文字って言われてて、一般的ですねと言われてます、うんうん、で、まあ、どんなものなのよっていうのも、まあちょっと、うんうん、なんだ、自分でこう A4 とか書いてる人は分かるかもしれないけど、まあ、700文字ぐらいで5分から10分ぐらいかかるって言われてるので、うん、まあ、もうちょっとかな、40分ぐらいかかったんじゃないのかなって、実際読んでないから分かんないけどね、見てないから分かんないけど、まあ、30分とか40分とかかけて喋ったんじゃないのかなって思ってます。で、まあ、ニュース見てる人もいるかもしれないけど、内容はすごく平凡な内容、別に今までと何ら当たり障りないことを当然のようにやりますっていう風に伝えたっていうのが全体的な流れだと思います。で、スガッチは全部で8個、うんうん、約束したの？はい、8個のトピックスを言って、うん、で、まあ、最後に終わりって言って9個目で、あの、できることは何でもやりますと、うん、だから最近普通に民放のニュース番組に出てるから、あの、聞いたこともあるかもしれないんだけど、あの、携帯電話の料金値下げとか、うん、あの、口に出したことは全部やりますからって、うん、できることは私がまずやります、で、私がやったら家族がやる、家族がやったら身の回りがやる、で、社会に広げていきます、できることはすぐやりますっていう言い方をして終わりにしてるんだけど、うん、その中で、まあ、そのまずはじゃあ8個の説明、うん、1つは新型コロナウイルスの対策と経済の両立をしましょう、うんうんうん、これに対して私はこういうことをやりますっていうふうに言ってるのが一つ、うん、もう一つがデジタル社会の実現と、サプライチェーン
をデジタル化させましょうって言ってるものだね、うん。まあ、これはデジタルって言ってるからデジタル庁を作ろうとか、まあ、マイナンバーカードとかをデジタルでもっとちゃんと管理しましょうって言ってるのが一つ、うん。もう一つグリーン社会の実現って言って、グリーンって思ってなんとなく自然かなって思うと思うんだけど、うん、まあその通りでして、温室効果ガスとか避けていって、2050年のカーボンニュートラル目指します、うん、脱炭素します、うん、日本カーボンニュートラルっていうのが、はい、二酸化炭素の排出量をなくすってことなの、はい、実質っていう言い方だね、うん、実質っていうのは二酸化炭素排出しないって無理じゃん、無理無理無理でしょ、うん、だから例えば1000トン排出したら1000トン吸収する分だけの森を持ちますっていう、はい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 、なるほどなるほど、これでカーボンニュートラルって言われてるところですね、うん、を実現します。これ超難しいんだけどね。そうだね、超難しいっていうのは日本って、まあ、ちょっと小泉さんとかね頑張ってくれると思うんだけど、うん、しんちゃん日本って超よ、社会からは世間一般からはちょっとこう信じがたい話なんだけど、今から石炭燃料を増やそうってやってんの。石炭だよ。どうしてだろう、千と千尋に感化されたんかなみたいなね、うん、っていうことをやってるんだけど、さすがにそれはまずいぜっていうので、うん、今回スガッチはやりましょうというふうに声高に言いました、うん、はい、次 4つ目、活力ある地方を作りましょうっていうのが4つ目、うん、これもいろいろあります、うん、5つ目、新たな人の流れを作りましょう、うん、新たな人の流れって何ぞやっていうと、海外から日本とか、うんうん、日本から海外とかではなく、うん、もちろんそれも含んでるのかもしれないけど、ではなく日本国内の中でいわゆるこう終身雇用とかそういうのではなくって、もっと中小に人間を回していって、うん、日本の中の、企業に勤める人間の流動性を上げましょう、うん、そのために政府も噛みますせっていうふうに言ってるのが5つ目。なんでそれしたいの。凝り固まってしまうからではないでしょうかね。あとはベンチャーとか中小企業とかっていうところに優秀な人材が、うん、流れにくい今ね、今だからそっちに流れを作りたい。で、企業で経験を積んだ人を中小企業に回して、もっともっと事業っていうものを今の言い方で言ったら、最近の言い方で言うとアジャイル、小さくくる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 回して事業、うん、事業というか成長を生み出していくっていう。うん、アジャイルって聞いたことない、よくわかんない今の説明。うん、今までだったら大企業がドーンっていて、うん、この大企業たちが持っている事業を温かく見守ると、うん、つまり大企業たちは自分たちでお金を生み出す仕組みを持っているので、うんうんうん、新しいことのチャレンジというよりかは、もちろんやってるんだよみんな、うん、やんないと企業って成り立たないから。だけれども今その自分たちの持ってる土壌で戦うと、うん、いうことがまあ当たり前だけど、それが求められているし、株主もそれを求めているし、うん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 、安定的に自分たちの持っている事業を回すっていうことを求める、うんうん、だけれども今のアメリカとかシリコンバレーとか、うん、中国の深圳とか見てみれば分かると思うんだけども、デジタルを使って小さいところでぐるぐるぐる、もっとこういうことできますよ、もっとこういうことできますよ、新しい技術でこんなことやりましょうよっていう新しい、ビジネスがすごいスピードで生まれるんだよね。日本はこれに追いつけてない。ちょっとごめん、小さいところって何？小さい会社でってこと？小さい会社で。あ、もしくは大企業、小さい規模で。大企業の中かもしれないし、外かもしれないってこと？外かもしれない。中でもいい。まあでも中はちょっと、今この中だとちょっと違うかもしれないけどね。少なくともアップルが頑張るんじゃなくって、シリコンバレーで本当に3人とか5人とか若手がこの技術を作りましたって言って。自分の技術を持って自分の会社を作ったりして、もしくは大企業に売って、うん、ベンチャーとして、もしくは最近だったらユニコーンって言葉かもしれないけどを作って、あー言うね、ユニコーン企業みたいな。そう、うん、今のユニコーンもたくさんあるけど、ちょっと前だったらテスラとかスペース X とか、ああいうところとか、日本だったらメルカリとか、うーん、ああいうところ、もちろんユニコーンにも定義があるから、うん、調べればすぐ出てくるんだけど、っていうところをもっと作ってこうよっていうお話、うん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 、これを大企業に勤める人多いねんな日本って、うんうん、だからその大企業から中小、まあ、中小っていうのもなんか言い方が変だけど、ベンチャーみたいな、もっと頑張ってこうよみたいなのを
支援しましょう、そっちの人にそっちの方にどんどん知見のある人を流していって、うん、うまくうまくあのぐるぐると回していきましょうよビジネスをっていうのが狙い。うーん、じゃあざっくり言うと日本元気にしようよってことね。そうだね、ビジネスの面で日本が今置いていかれてるもんね、世界からだと思いますね。割と、はい、割とここ数年でなんかボーンって置いてかれた感じするよね。まあそうだね、まあ、じわじわとじわじわとこう差が広がっていることに目をつぶってきた代償が今あるかなって感じ、うん、うん、ですね。っていうのが、まあ5つ目新たな人の流れを作るっていうふうな、うんうん、まあ、一応タイトルとしてねそういうの作ってるんだけど、うんうん、6つ目安心の社会保障、まあまあまあ社会保障しましょうよ、社会保障費めちゃめちゃ振り上がってるけど社会保障頑張りましょう、うん、はい、まあでもこれはいいんじゃないですかね、不妊治療とか、あ、保険適用しましょうっていう話とかねありますね。7つ目東日本大震災からの復興再開対策しましょう、うんうん、大事だ。8つ目これ最後ね、外交安全保障というと、うん、まあ、トランプに負けるなってこと、トランプと一緒に頑張っていきましょうっていう話かね、これは、うん、まあ、トランプとっていうかアメリカとなんだけどね。これもなんか、あ、まあ、この今回の1から8までの中で一番つまんなかったのがこれ、外交安全保障。まあそれはそうだよね、就任直後でなんか画期的なことをやりましょうなんていうのが日本には難しいと思うんだけど、今までの総理大臣がやってきたことを引き続き、うん、やっていきますと。 G7 中国ロシアなどと電話会談しますって、まあ、もうしてんだけどね、うんうんうん、いろいろやりましょうで積極的に協力関係結びましょうって言って、じゃあどんなことするんだいって言ったら、拉致問題、イージス・アショアで普天間の問題を、じゃあ辺野古への移設頑張りましょうよ、まあ、今まで通りで、インド太平洋地域の自由って言って、まあ、中国に対する云々感を述べるんだけども、中国とも仲良くやりましょう、じゃあロシア北方領土頑張りましょう、じゃあ韓国お隣さん大事ですねって話をした上で、安保理国連の改革とか WHO 今回のコロナの関係とかで改革頑張りましょう、ですよね。でオリンピック大阪関西万博、あ、まあそうですよね、頑張りましょう、うん、っていうのを全部しゃべり連ねて、まあまあそこはしょうがない、だって対象者がいるからね。そう、安倍っちいなくなっちゃったけどさ、どうするんですか私たちのこの地域って思うからさ、はい、そうはしょうがない、そうなんです。っていうので今の1から8までは今までやってきたことを全部こうおしなべて全部しゃべったっていうのが、うん、なんとなく見た感じの感覚かな、うん、じゃあその中で俺のピックポイント、うん、ピックアップポイントをちょっと話したいなって思います、うん、1番からね軽く、1番はまあいいや、新型コロナの話は別に、うん、ふむふむって感じ、あんまり何かこうすごい何かがあったわけではない、うん、デジタルの話これ面白い、うん、頑張ってほしいなって思う。もちろん今一丁目一番で頑張ってるね、河野さんも頑張ってるし、うん、デジタル化社会を目指しましょうって話なんだけど、さっきちらっと言ったマイナンバー、うん、マイナンバーは2年半のうちに、うん、ほぼ全国民にマイナンバー渡しますって話をしてる。しびれた、どうやんだろうみたいな。どうぞ話しててください。これがマイナンバーの話、はい、でマイナンバーを社会保障、じゃ保険証と一体化させましょう、おっとみたいな、うんうんうん、そしたら保険証といったんだったらマイナンバー持たないわけにはいかないわけですよ、うん、日本は国民皆保険入ってますので、うん、どんな人でも保険証持ってんの基本的にね、はい、なのでマイナンバーカードと一体化したら全国民がマイナンバー持つんです、はい、プラス運転免許証のデジタル化進めましょう。ああ言ってたね、はい、これは面白いと思うマイナンバーと保険証と運転免許証をデジタル化させたら、まあまあまあほぼほぼの行政サービスとか世の中で何か証明しなきゃならないこととかは全部デジタルで済むよね。それじゃあさ、今度はスマホの電池がさ死ぬほど持つようになってもらわないと困っちゃうね、まあ、スマホにするのか、どうすんだろうね、うん、もうなんかあれじゃないの、約束のネバーランドみたいな感じで首に全部こうバッてこうバーコード入れて太ったり痩せたりできんよとかっていうのを、うん、で、まあ、デジタル進めましょうと言っております、うん、これは面白い、ぜひやってほしい、うんうん、し今サチさんが言ったスマホのっていうのは俺的にはなしで、やるんだとしたら
証明書が欲しい、証明してくださいってなったら、やってほしくないんだけど、できれば指紋認証もしくは最高認証を、生体認証を認証させるための機会を、その行政機関なりサービスを提供する側が持ってて、我々は何も持たなくても自分の体が ID になってるっていう状態を作る方が俺は現実的かなって思う。まあでも何百年後かの現実じゃん。まあやってるところはあるからね、国としてもね、中国とか全部変わる。でもそれをさ、ね、全国民ってなったらさ、うん、いや無理よ、50年とかじゃできんのかな。まあわかんないけど、別にダーンみたいな感じじゃないから、徐々に生まれた子からやっていきましょうか。ちなみにこれやってしまうと反発が出るのは犯罪者、これは犯罪者の人にやるためのもんでしょみたいな、指の指紋取ったりとかとかっていうので、一回問題になったね、あの入国制限の時に、入国させる時に日本は親指で指紋を取るのかみたいな、これは犯罪者が取られるやつだろうみたいなんで、ちょっと問題になったことはあったんだけど、全然ついていけない。どういうこと？海外でも指紋取るやん。そう、海外でやってんの、うん、日本に入ってくる時にそれに対して文句ってことじゃない、意見を言う人がいるの。意見を言う人が、海外の人ってことだよね。日本、そう日本人はやんないもんね。日本人はやんない、うん、でも海外で我々はその国に入るときに自分の身元を保証するために、自分はこういう人間であるってことを分かせるために、何か犯罪を犯したときに自分が特定されるために指紋を取るでしょ、うん、日本でそれをやってたんだけど、うん、でもやってんのかな、分かんないわ。俺らは日本人だからそれやんないけど、やんないよね、うん、入国する人ってことだよね、あの帰国じゃなくての時にそれが問題になったことがある、うん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 、で今俺が言ってるのは、うん、まあできれば自分の体というものを生体認証として今後、うん、あの自分の生体の何かをバンクに預けといて、このマイナンバーとかそういったものとリンクさせて、自分の人間というものは自分だけの持っている生体認証で開けることができる、うん、情報であると、うん、いう状態にしないと、スマホ持ってるスマホ持ってないはちょっと違うのかなっていう気がする。スマホも結局は今一時の技術で、うん、電池云々とかっていうのももちろんあるだろうし、盗難もあるだろうし、うん、いくらでもやりようはあるので、うん、スマホっていうものが普及するとやりやすいのかもしれないけど、それは最終的に行き着く先の、まあ、なんだ、途中みたいなものであってほしいなって俺は思う、うん、かな、はい、これがデジタルっていうところで面白いなって思った感じかな、うんうん、心の底から頑張ってほしいってものは3番グリーン社会の実現。本当につい先日、中国が同じことをカーボンニュートラルにしますって言って、うん、マジでみたいな、あの中国が、あの人たちは中国という国だけで世界中の3分の1だっけ、うん、そうなの、あのちょっとごめん分かんない、でも確か3分の1ぐらいの排気量出してるんだ、あそこは、うん、すごいよね、うんうん、まあ、その分だけ経済回ってんだけどさ、うんうん、それを2060年までにカーボンニュートラルのカーボンニュートラルを実現しますっていうのが、うん、ついこの間の、中国が喋ってたことで、へーって本当その時はへーしかやるんだって、でも中国だったらやるって言ったらやるんだろうなみたいなこと思ったんだけど、うんうんうん、日本もそれに、追従してやりますと、うんうん、言いました、うん、記憶にも新しいと思いますがちょっと前に小泉さんがさ、うん、あの環境大臣になりまして、うん、なんだっけ、初めての世界会議みたいなところで話をする場があってさ、うんうんうん、その会議の場で日本はどうすんだと、うん、で今後のその排出量どうすんだという話をされた時に、うん、小泉さんが言った言葉が一つ、リデュース、日本語で減らしますって、うん、削減しますって、以上だよ、みたいな、どうやってだよみたいな感じになるじゃん、みんな、うん、で、てんてんてんで、うん、でそこのこう議長というか話をしてた人が一言だけ、How？ どうやってって聞いたら、うん、
どうにかしてっていう答え。どうにかして、なんやねんそれ、絶対引かれるの分かってたじゃんお前って、うんうん、いうところで、ただただ一言だけ減らしますって言って、うん、方策もない施策もない特に何もないみたいなことを日本のトップとしてやってきて、うん、世界中ががっかりしたっていうのが、うん、ほんとつい最近あったんですね、うんうん、でこれに対してうーんって思ってたところで、うん、まあ、今回ねスガッチは元前々から、うん、だから小泉さんとかとはずっと話をしててやっていかなきゃいけないねっていう下準備をした上で、うん、今回所信表明演説でもう国のトップとしてやりますと、うん、脱炭素、うん、石炭火力発電に対する政策を抜本的に転換しますって言ってるの、うん、いいぞみたいな、お前頑張れみたいな感じでこちらは、微笑ましく見てますと。これが2つ目だね、面白かったやつ、うんうん、あと面白かったのはどうかな、あと1、うん、あんまなかったけど強いて一個ピックアップするんだったら、あ、社会保障かなって感じ、不妊治療のところかな、うん、不妊治療のところについては結構なんか菅さんはすごいそこに気を使っててっていうのかな、うん、まあ、何か実体験があるのかもしれないし身近にそういう人がいるのかもしれないんだけども、実体験を踏まえてね、うん、共働きで頑張っても一人分の給料が不妊治療に消えてしまうんだっていうことを私は聞いていますと、うん、だからちゃんと保険を、今所得制限がかかって保険が、うん、お金が戻ったりしないんだけど高額になってるんだけど、うん、高額なのは変わらないんだけどそこに対してちゃんと保険をかけてお金を、国の方で補助する仕組みを作っていきましょうっていうのをやってる、うん、いいんじゃないのってこれは思いますね、うんうん、不妊治療俺の周りで困ってる人やっぱりいるけど、うん、うん、いいと思いますって感じかな。これはだから頑張ってほしいなって思うかな。あとはまあ最近なんだっけ、アフピル なんていうの急性の避妊薬、うん、急性避妊薬みたいになったやん、ピル？そう、ピルじゃなくて、あと アフターピルあったじゃん、うん、あれをこう OTC として出しますっていう話が、あ、薬局で売るよっていう、ね、そう、薬局で売るよっていう話があったと思うから、うん、まあ、その辺含めてね、女性の体が守られるとか子供を産みやすくなるとか、うん、そのあたりのなんだ土壌が出来上がればいいなとは思ってる。まあ、それだけで産みやすくなるっていうのはまた別の話だけどね、まあ、ないよりは助かるよねきっと。だと思いますね。もちろんその後ね、今は産むっていうところから始まってるけどその後に続くね教育の話とかさ子育てに対する支援とかさ、いや、なんかどっちかっていうとその働けなくなっちゃうっていう方が深刻なんじゃないかなっていう。働けないの？病院にさ結構通わなきゃいけなかったりとか、うんうん、っていうところでやっぱりこの会社の目が厳しいとか、まあそ、わかんない、それはさっきの話で出てたところだと思うんだけど、わかんない、民間企業にそれを止めさせる法律っていうのは多分違うと思って、そういうことをする企業は別にいてもいいと思うんだよね。ただ人はそこに見向きもしないよっていう社会になればいいってとは思う、うんうんうん、かな。いや、まあ、そこだけ解決したからじゃあこれからなんか出生率がすごい増えそうだねっていうそういう楽観的な話ではないかなっていうことを伝えたかっただけだよ。まあそうだろうね、別にそういうのじゃないと思うよ、うん、まあもちろん出生率自体はまあ上がると思うけどね、これをやれば。今悩んでる人がお金を真ん中に置いて埋めるか埋めないかっていう風に考えてる人たちが今のところ 何万人だっけ、去年1年間だけで不妊治療して埋めた人は5万人だっけ、5万人生まれたんだっけぐらい、うん、じゃあもしそれでお金があったらなかったらっていうので、うん、天秤にかけて産むことを諦めた人が 何万人とか知らないけど、うん、その人たちを少しでも救うことができたら出生率が上がるよねっていう考え方だと思うよ、うんうん、
それ以上、もちろん政府はいろいろできるのかもしれないけど、あとはもう日本に住んでる人たちの意識改革だよね。そう、うん、はい。で、多分それはさっき少しだけ話をした流動性っていうのにもつながるんじゃないかなって思う。新たな人の流れを作る。今までだったら大企業にいないととかっていう、もしくは大企業に勤めてたから、その大企業の古き良きなのか古き悪しきなのか分かんないけども、うん、その慣例に従って一度出ていったらすごく戻りづらいからみたいなので困っている人たちが、いや、こういうあなたの知識を持っていたら、あなたの経験を持っていたら、こういう中小企業、こういうベンチャーで、うん、もっと働きやすくなりますよっていう支援を、うん、政府の方でファンドを通してやるって言ってるの、うん、だからそういうので救うってこともできるかもしれないね。うん、もちろんこう何か一つが万能薬っていうのは難しいと思うから。そうだね、うん、まあまあまあいいんじゃねえのかなとは思う。サチさんの言うことはものすごくそうで、ね、働けなかったらしょうがないからさ、働き口っていうところがより柔軟にね対応してもらえればありがたいし、それを柔軟にさせるための株主っていうものがうまく回らなきゃいけないと思うし、経営者だろうが従業員だろうがみんな同じことをも考えてくれればいいなとは思う。うん、難しいね。一筋縄ではいかないよね、うん、だしこういう問題が一切ない国っていうのはあるのかって言われたらなかなかね、多分何かしらの問題はあるだろうからさ、うん、まあ、そいやまあゼロにはなんないよ。だって何かが解決したら何かが問題になるわけだから。そう、今まで見えてなかったね、うん、問題が出てきちゃうだけだからさ、ゼロにはできないけどね。その通りです。まあ第一歩としてこういうことやってくれたら嬉しい、いいねって思ってるよ、うんうんうん、でまあまあこんな感じですかね、所信表明演説の、うん、をかいつまんでみると。で一番最後にもうずっと最後の最後まで力強く言ってたのは、行政の縦割り、既得権益、そして悪しき前例主義を打破し、規制改革を全力で進めます。うん、おー、なんかあれだね、政治家家系に生まれてないみたいな生い立ちを存分に生かしてやってこうみたいな感じだね。はい、はい、もうデストロイヤー、河野太郎とタッグを組んでで、絶大な人気のある小泉さんを従え、いいんじゃないですかね信じろ、うん、いいんじゃないですかね。とてもそうだね、まあ、なんか結果さ失敗することもあるだろうけど、なんかいろいろやってみてほしいよね。うん、菅さん自身に他の人たちみたいな インパクトがあるかっていうとさ、存在自体にあまりインパクトを今まで感じてなかったんだけど、うん、まあ、なんかやろうとしてることというか真っ当だなっていう気がとてもしている、うんうん、俺は期待をしたいね。なんかおじいちゃんだからさ、そんななんかエネルギッシュなこと言うんだって思うよね。ね、なんか今まで通りやっていきますみたいな感じじゃんさ、まあそうだよね、周りからの評判もね、安倍さんを引き継ぐみたいなねこと言われてて、なんでいいのかとか言ってたけど、うん、そしたらねぶち壊しますみたいな感じの、どっちかというとどうしますみたいな、日本の悪いとこ全部ぶっ壊しますみたいなさ、ちょっと大げさだけど感じだからさ、いいなと思うけどね。まあ分かんないけどね、まだいいのか悪いのかはさ、そんなの誰にも分かんないから、なった以上、うん、30年後ぐらいに日本いいねって、カーボンニュートラルできたじゃんとかさ、あれなんかものづくりジャパンって言われてるんですが、今だったらなんちゃらかんちゃらジャパンってもうすごいよみたいな、そういうのになってくれたらいいね。うん、なったらいいよねって一言みたいな話してるけど、我々もその一億個にならなきゃいけないとは思うんだけどね。はい、はい、と時事ネタを、うん、疲れちゃったね、長らくぶっこんでいました。俺は楽しかったこの声の好きだから全然この話できちゃうんだけど、うん、ですかね。うん、うん、一応今日のトピックは終了と。
そうだね、ということですね、うん、みんなもきっと疲れたでしょう、ぶち込まれて情報。そうだね、うん、ちょっと興味を持ってもらって調べてくれたら嬉しいし、所信表明説どんなところでも全文掲載結構してるんだけど、まあ、全文読むのは正直だるいよ。うい、うん、俺のまとめでよかったら載っけるけど。ノートに載っけな、ノートノートに載っけるか、うん、いいよいいよ全然。やっぱね、すごいやっぱさ、音声のが入ってくるってことだよね、文字よりね。なんか文字で入れたいものももちろんあるけど、喋ったことをわざわざ文字で入れるっていうのはすごい私にとってはめんどくさいって思っちゃう。だったら2倍速で聞きますみたいな。うんうん、そうだね、それはもう人それぞれだし、トピックそれぞれだよね。うん、音声がいいものと、うん、目から取り入れた方がいいもの、そうそうそう、目からね入れたいものももちろんあるんだけど、うん、いやだってね1時間弱とかの演説をね全部読むんですかみたいな話じゃん。それはちょっとね、やだなって思っちゃった。はい、うん、そこだよね。俺はもう逆にそのじゃあ例えば1時間の演説だとしたら、うんうん、1時間は2倍速で30分じゃん。そうだから、そうなってくると、うん、もう誰かまとめてって感じ。うん、もうそうするとね、うん、第三者が介在しちゃうからさ、解釈入ってくるなみたいなのはあるけど、うん、もうそんなんだったら第一次情報として載っけてるその政府が出してる全文掲載を一気にバーッと読んだ方が早い、うん、かなって俺は思う、うん、うん、そうだね。だから私はアッシン頼んだけどね、うん、そういうことだよね、うん、うまく使われてるかもしれないけど、うん、まあでも楽しいよこういうのがさささっと、うん、そうなんです。今サシさんが言った通りで、やっぱり日情報は、うん、日情報三次情報は第三者のあの解釈とかが入ってきちゃうから、うん、うん、私そういう風に受け取らなかったみたいなこと結構あるよね、読んでて。そうあると思うよ、うん、で今回の俺のやつも一応なんだ喋った、うん、と説明し最初の説明部分についてはちゃんと言ってる言葉をそのまま使ったけど、うん、その後の話し合いについては俺の言葉で伝えてしまってるから、うんうんうん、うまく言葉がなんだ正しく伝わるかどうかは、うん、もう分からないよね。まあそれに関してはもう残念ながら不可能だよね。です。だからもう本当にみんな言うのは一次情報にアクセスする。うん。まあそれは本当に大事なこと、ちゃんと知らなきゃいけないことはさ、うん、そうだと思うわ。そう、英語が原文で日本語になった時点で既に二次情報だから。うん、そうだね。そうだから本当に大事なんだったら一次情報に触れに行った方がいい、英語でって。うん。うん、まあ、難しいものは難しいんだけどさ、そう今回はまあスガッチだから日本語が一次情報なんだったら一次情報に触れとけとかって思っちゃうんだけどね、その辺は。まあまあそれが大事だって思って英語勉強する人結構いるしね。いると思うよ。うん、はい、満足した？でサチは喋り出すと止まらないからね。いつも、あ、終わろう、止まった、終わらなかった、ね、なるからね。じゃあ今日はサチさん、締めの言葉をどうぞ。うん、あ、そんなの大丈夫ですよ、どうぞ。いやいや、今日はサチさん、どうぞ。どうぞ。どうぞ。じゃあ、これで S&A の無責任ラジオを終わりにします。コメントくれたら嬉しいです。読んで聞いてあのリンクとかいろいろ貼っとくから、今回の面白かった話についてはサシさんのその萩原舞ちゃんの話とかペンギンラッシュとかリンク貼っとくんでぜひぜひ見てみてください。そんなもんかな。うん、うん、じゃあ今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイ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 。